リベラルアーツ学群博物館学専攻の金子敦と申します。この動画では桜美林大学で取得できる博物館学芸員という国家資格についてご紹介します。博物館学芸員とは、博物館・ミュージアムで働く専門職員のことです。博物館は資料の収集・保存・調査・研究・展示・教育などの活動をする施設ですが、学芸員はそれに対応した専門的な業務を行います。この学芸員になるためには、学芸員資格という国家資格を取得する必要があります。大学で博物館に関する所定の科目を履修して卒業すると取得できます。この学芸員資格についての説明の前に、まず博物館とは何かということをご紹介します。博物館とは、固い言い方をすると、人類が共有すべき様々な遺産を将来の世代に確実に継承するための学術教育機関のことですが、もっと分かりやすく言うと、物を集めて調べて見せる伝える施設ということになります。ということは、この定義に合致すれば、分野に関わらず博物館・ミュージアムと呼んでいいことになります。つまり博物館という名前だけでなく、美術館、資料館、文学館、科学館、水族館、プラネタリウム、民家園、動物園、植物園など、さまざまな名称がついている施設も、この定義に合致していれば、すべて博物館と呼ぶわけです。ここには、人文系、いわゆる文系の分野も、自然系、いわゆる理系の分野も含まれますし、室内でも野外にあっても関係ありません。博物館はそれだけ幅広い領域が含まれるということです。では、学芸員はどのような仕事をするのでしょうか。学芸員の業務内容も同様に、物を集めて、調べて、見せる、伝える仕事ということになります。物を集めるというのは、具体的には資料の収集整理、資料の保存修復が該当します。調べるというのは、資料を調査研究したり、あるいは地域の自然や歴史などをフィールドワークするような調査研究も含まれます。そして、見せる伝えるというのは、展示や教育活動が該当します。学芸員はこういった専門的な仕事を担っていくわけです。このように、学芸員の仕事は、博物館の分野に合わせた専門分野の知識が必要となりますし、展示や保存、分類といった技術的な力量も必要となります。学芸員はそれらに応じた能力を兼ね備えておかなければならないということです。本学の学芸員課程では、このような学芸員の業務を見据えてカリキュラムが組まれています。学芸員の資格取得のためには、所定の科目を履修する必要があります。ここに書かれている科目を履修すると、卒業時に学芸員資格を取得することができます。必修科目と選択科目に分かれていますが、必修科目では博物館概論、障害学習概論、博物館教育論、博物館経営論、博物館資料論、博物館資料保存論という講義科目のほか、博物館実習という実習も履修します。博物館実習は資格取得の仕上げとなる必修科目で、本学の学芸員課程の最も大きな特色でもあります。実習は、教育実習と同じように、学外の博物館の現場でも行いますが、学芸員になるための基本的な技術は、学内の実習によって習得します。学内実習は、学生自身が実習メニューを選べる少人数のプログラム制を採用して、質の高い実践対応型の学芸員養成を進めています。そのうちのいくつかをご紹介しますが、最初の写真は資料の取扱い技術を習得するための実践的な実習プログラムです。左側は資料を運搬するときに必要となる梱包の実習です。右側の写真は新聞記事を例に資料の整理方法を学んでいるところです。左側の写真は、本格的な資料写真を撮影するための撮影実習です。右側の写真は、文化財の調査方法を学ぶために
現地で調査をしている様子です。本学にはモバイルプラネタリウムの設備があり、左側の写真はその組み立てをしている様子です。その内側に星を投影して解説の実務を経験します。右側の写真はオービリン資料展示室という本学が持っている展示室の展示替えを実習として行っている様子です。さて最後に就職についてご説明します。学芸員資格を取れば必ず博物館で働けるというわけではありません。学芸員の就職は狭き門で競争率が高いことも多いため、大学院に進学してさらに専門的な知識や技術を得ることが必要となる場合もあります。また博物館以外でも資格取得のために学んだことが生かされる職種もあります。例えば自治体の文化財芸術振興担当者、ディスプレイ展示業者、文化財美術品などを専門に扱う輸送業者などが挙げられます。さらに観光、まちづくり、地域づくりなどに関連する職業も学芸員課程で学んだ知識を十分に活用できると思います。ぜひモービリン大学で学芸員資格にチャレンジしてみてください。